天造航路でチェントンネル天造航路は中国雲南省大理市下関とチベット自治区チャムドシマルカムを結ぶ道路であり長さ7 1 4トルで1974年に完成した中国のこの地区で青海省青年市からチベット自治区東部を経て雲南省傾向市を南北を結ぶ G214 国道の一部であるこの航路は 山岳地帯の原生林を越えて、近西を渡り、白馬雪山と玉竜雪山の峠を通過する。天造航路の建設は1950年8月に、代理で始まり、その1年以内に、霊港まで開通した。背景は、チベットチャムドの戦いの支援であり、雲南軍管区は、人民解放軍を派遣して、チベット南東部の前線基地へ支援が入るようにした。 1956年8月、5年間の中断の後、建設が再開された。1961年1月のチベットでのヤンジンまでの建設後、数回の豪雨により、デチェン県からヤンジンまで 113km の乱走高添いの多くの路盤が流されたので、6年間にわたって建設が中断された。 1967年7月に3回目の建設が開始され、交通部の第一高速道路設計研究所による調査及び設計がなされ、雲南省の第六志向団によって建設された。1973年10月、ついに川倉航路南線のマルカムまでが開通した。こうして、実際の建設期間は11年半で1040万人の労働者、 55.2700万円の投資、23.7600万立方メートルの土石を動かし、石材部分は51.8%を占めた。全長573メートルの4つの橋、112の中小橋、1764箇所で、開居、16万9000立方メートルの森土、全長234メートルの3つのトンネルを建設した。特に、 デチェンからヤンジンまでの乱走港添いの1 1 3キロメートルにはがけ、崩落、地滑りがたくさんあり、開通までに年平均9万9千立方メートルの土石を運搬した。そのうち、デチェン群物、山郷の南5 4 1トルから5 5 1キロメートル地点では、地震、地滑りの集中地域を避けるために、乱走港の西岸へ迂回したので、二つの橋を、 建設することを余儀なくされた。2018年、同区間を新天造航路がザユル県経由で年中通過可能としてより便利になった。ありがとうございます。